どうもジャップルです、今月10月はネカ強化月間ということでね、いろいろネカのフィギュアを開封していっていますので、今回もそんな感じでやっていこうかなということで、このチャンネルでは初めてですね、エイリアンのフィギュアを紹介していこうと思います。まあ、ネカのね、エイリアンシリーズたくさん出てるんですけど、ちょうど、ね、エイリアン1、2、3のフィギュアがね、3つ揃ってましたので、この3体を同時に開封レビューしていこうかなということでやっていこうと思います。ではまずはパッケージの方から見ていきます。まあ、これがネカから発売しているエイリアンシリーズたくさんありまして、ちょっとねそれも説明しつつのパッケージ紹介なんですけど、まずこちらですね、これだけあのアルティメットシリーズですね、ちょっと豪華な仕様のネカのフィギュアシリーズなんですけど、こんな感じのウィンドウボックス仕様になっております。これはビッグチャップって言って、エイリアン1に登場したエイリアンの個体ゼノモーフなんですけど、まあ、そのビッグチャップの、40周年アニバーサリーに発売した2020年に発売した、アルティメットシリーズですね。なので、まあ、他の通常のシリーズっていうのはこんな感じでブリスターパッケージだったんですけど、こういうウィンドウボックス仕様になって、内容も付属品とかが豪華になってるような感じですね。で、僕も動画の方でね、いろいろこういうアルティメットシリーズのネカのフィギュアって紹介してるんですけど、このエイリアンビッグチャップに関してはね、箱が結構でかくて、まあ、エイリアン自体が大きいっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱり付属品とかが豪華っていうのがね、もう箱のボリュームからも想像できるなっていう感じで、こんな感じですね。発売は2020年ということで、まあ、今ここに並べてる中では一番新しいフィギュアになっております。続きまして、こちらがそのエイリアンの通常のシリーズにラインナップされていたエイリアン2に登場したゼノモーフウォーリアーですね。まあ、たくさんいるエイリアンの中の一体という感じなんですけれども、この通常のシリーズはこういう感じのブリスターパッケージ仕様になっていて、これがシリーズ1ですね、一番古いフィギュアになっておりますね。パッケージもね、こういうね血の跡とかついててめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうこのまま飾ってもいいぐらいな感じで、まあ付属品とかはなくてちょっとシンプルな感じで、ラインナップも3体っていう感じで出てましたね。発売は2013年になっております。なのでこの中では一番古いフィギュアになりますね。最後がこちらのよいしょドッグエイリアンですね。こちらはエイリアン3に登場したゼノモーフの個体なんですけれども、このフィギュア自体は、再録になってますね。シリーズ8のフィギュアなんですけれども、こんな感じのエイリアン3のラインナップになってまして、で一度このドッグエイリアンはシリーズ3にもラインナップされていて、それの再録バージョン再販になっております。発売は2016年ですね。でちょっとこれだけ一度ね開封してあるものを入手しましたので、一応開封品になってるんですよね。はい、ということでちょっと年代とかも違うフィギュアになってくるので、まずは古い方から開けた方が、まあ、新しいやつとの稼働の変化とかも分かりやすいかなと思うので、とりあえずブリスターパッケージのこの2体を一緒に開けて、最後にアルティメットビッグチャップを開封して見ていこうかなと思います。はい、ということでフィギュア2体出してみるとこんな感じです。いや、どっちもかっこいいっすね。そして結構ねエイリアン2と3の個体なので違いがあって面白いですよね。こっちはゼノモーフウォーリアーということで、まあ、エイリアン2に、ね、たくさん登場する、まあ、エイリアンゼノモーフの、まあ、兵隊的な感じでね、量産型な感じでたくさん出てくるんですけど、エイリアン3にはこのドッグエイリアンしか出てこなくて、まあ、犬から生まれたエイリアンということでね、結構こう足が逆関節になってたりと雰囲気がね結構違うんですよね。ちょっとその違いも見ていきつつ1体ずつ紹介していきたいんですけど、まずこちらの、ゼノモーフウォーリアーの方ですね。まあ、このウォーリアーは先ほど言った通り、エイリアン2に登場するんですけれども、まあなんかエイリアンイメージ的に黒とかもうちょっと青みがかった色なイメージあるんですけど、このフィギュアは結構ね茶色ベースに作られてて、まあ、黒の成型色に茶色ブラウンを乗せてるような感じで、まあ、なんかあの着ぐるみはこの色だったらしいですね、どうやら。で結構あの照明とか、まあ、画面の色とかでああいう青っぽい
ダークブルーみたいな感じの色味に見えてたということで、フィギュアはこれがもうちょっとねそういうイメージに近いカラーの青っぽいやつも後に発売してますね。いやとにかくね本当造形も塗装も素晴らしいんですよね。この頃からネッカはねアルティメットシリーズになる前から素晴らしいフィギュアをやっぱ出してたメーカーなので本当にすごいですね。でこのエイリアン2の、ウォーリアーゼノモーフウォーリアーはこう頭部の形状とかがね他のと結構違かったりして、ここがクリアーになってて中がちょっと透けて見えるようなのがさっきのドッグエイリアンとかエイリアン1に登場したビッグチャップはそういう感じなんですけど、これはそういうねクリアーとかにはなってなくてこんな感じのね造形になっています。すごいかっこいいですよね。でこう顎にチューブみたいのがついてちょっとメカっぽい雰囲気もねありつつ、一応口ももちろん開閉できるようになってます。ちょっとねロックとかついてないんでしっかり閉じたりはできないんですけど、開けたらもちろん中のインナーマウスこうやって引き出すことができるようになってますね。すげーっすね。でこういう背中の突起みたいのはちょっと柔軟パーツ柔らかめになってたり、あとこのウォーリアーは前腕の部分にこういうブレードみたいな感じの造形があるんですけど、これもあるのとないのがあるらしいですね。エイリアン2に出てきた個体は、いやーとにかくほんとすごいんですよね。造形かっこいいですよね。あとは尻尾がペンダブルになってて自由に形状を変えれますので、まあ、やっぱりこういう細身なね高身長な素体なんでかなり接地性悪そうなんですけど、尻尾があるんでちゃんと立たせることができて、まあ、そこも個人的にエイリアンのフィギュアはいいなと思いますね。で可動に関しても、まあ、頭とか、まあ、ボールジョイントなんですけどやっぱねこのチューブがあるんでちょっとね怖いんですよね。ブチッといかないかだけ心配だけど横には結構触れますね。なんですけどこう縦の可動はここのパーツというかこういう突起があるんで全然曲げれなくなってますね。まあ、これはちょっとまあデザイン上しょうがないのかなと。手とかがね結構思った以上に動いて、まあ、肩になんかやたら硬いクリックが入ってるんですけど一応上がるようにもっと多分上がると思います。あとはここの回転軸もあるし肘はね二重関節でめっちゃ曲がるんですよね。まあ、あとは手もちゃんと縦軸と横っていう感じで動くのと、あと腰は普通のボールジョイント、これも前には全然曲がらなくなってますね。で足も結構開くんですよね。ここら辺の可動割と優秀で、あとは二重関節すごくてがっちり畳めるのと、まあ、ここボールジョイントとつま先の可動もついてるので結構昔のネカのエイリアンですけどこんな動くんだっていう、ここ硬いんですよね、かなり印象ですね。続いてこちらのドッグエイリアン、エイリアン3に登場したゼノモーフの個体なんですけれども、まあ、先ほどの、ウォーリアーは人間ベースのゼノモーフだったのに対してこちらね犬ベースということでだいぶ雰囲気がね違うんですよね。全体的になんか細いのとこういう足が逆関節になってたりと。でエイリアン3はこのドッグエイリアン1体しか登場しないんですよね。まあ、結構制作段階でいろいろ揉めたらしくて、まあ、監督はデビッド・フィンチャーって言ってね、僕も大好きな映画監督の一人で、まあ、セブンとかファイトクラブとかゲームとか本当名作をバンバン作っている映画監督なんですけど、長編初挑戦がこのドッグエイリアンが出てきたエイリアン3で、まあ、本当制作会社に振り回されて本当に変な映画になってしまってね、かなり正直エイリアン3ってめっちゃつまんないですよねなんで、まあ、2とか1が最高傑作だったのでそれに比べられてしまってすごいダサく扱いされてね、デビッド・フィンチャー監督もかわいそうだったんですけど、まあ、このエイリアンもドッグエイリアン1体しか出てこなくてこいつと戦うっていう話なんですけど、ちょっとやっぱりエイリアン2でウォーリアーがいっぱい出てきたりとかクイーンが出てきたりするのでだいぶインパクトには欠けますよね本当に。まあそれは別としてこのドッグエイリアン自体のデザインとかキャラクターはすごく僕も好きですね。フィギュアの方もこんな感じでちょっとね犬っぽいポーズ
つけたりとかも自然とできるようなハイクオリティなものになって、やっぱり一番の違いは頭頭部ですね。さっきのとの違いはこう、ビッグチャップエイリアン1に登場したゼノモーフみたいにこうクリアーになってる頭部で、中にね造形が入ってるような感じで、こういうねカバーがついてるんですよね。これエイリアンらしくて僕もすごくやっぱ好きなんですよね。かっこいいですよね。で、先ほどのと同様口を開いてインナーマウスを出せるんですけど、ちょっとねこのフィギュア開封品だったのもあって、結構関節とかいろんな部分ガタガタもうゆるゆるになってる部分が多くて、ちょっとそこは残念だったんですけど、このインナーマウスも口開いたら勝手に出てきちゃうんですよねあんまり中に引っ込んでくれなくて、その代わりさっきのウォーリアーと比べるとこっちはね口が結構ガッチリロックできるんで、まあ、もう中にしまいたかったら口をグッと閉じさせれば、まあ、勝手には出てこないかなっていう感じですね。でまああとは何回も言ってますけど、逆関節の足っていうのがいいですよね。こう関節もちゃんといっぱいあってしっかり動くようになってて、でね一個すごい驚きの、僕よく当てるなと思ったんですけど、足がねこれあれですよね、どっちも左足でしょこれ出たと思って、またまあ名トイあるあるですけどエラー品、こないだ動画で紹介したダークナイトリターンズのバットマンも両手左手だったんですけど、今度はエイリアンがね両足左足っていう、よく合ってるなマジでっていう感じで、ね、ちょっとここ残念。まあでもこれも尻尾がペンダブル式で、でさっきのウォーリアーより動くんですよ、ここが、ここにも回転軸があるんで、なんでまあこれ使ったら普通にポージングというか設置性立たせたりポーズ付けはしやすいんで、まあ両足左足ですけど立たせることは全然できますね。手とかもかなりしっかり動きます。こんな感じで二重関節入ってたりと、ちょっとね頭がやっぱり造形の都合上こうあんまりグッと前まで下げれないんで、そこだけ気になりますね。犬っぽい前を向いたポーズなんかも撮らせたかったんですけど、そういうのはちょっと厳しいかなという感じですね。でこのフィギュアちょっと謎なのが、すっごい短い変なスタンドがついてるんですよね。これだけなんですかね、これはどうやって飾るのかよく分かんなくて、まあ、こういう浮かせて飾るのか、なんか犬っぽいポーズで飾れるようかなと思ったんですけど、そうでもなさそう、短すぎてなんかあんまり使い道がよくわからない謎の台座がついてるっていう感じですねはい、まあ、ということで、ちょっと前のフィギュアになりますけど、この2体をね開封していきましたので、後に発売してキャラクターとしてはこの2体のエイリアンの元祖にもなるビッグチャップ、こちらのフィギュアね、まあ割と最近のものですので、造形とか稼働に関してもきっと進化していると思いますので、今から開封して見ていきたいと思います。フィギュアの方を箱から出すとこんな感じになっています。あ、なるほど、まずフィギュア本体と、あとはね付属品豪華ですね。エッグチャンバー、エイリアンの卵、あとフェイスハガー、チェストバスターということで、まあ、基本的なものはね全部入ってるようなねフルセットになっていて、さらにこのエッグチャンバーを乗せる台座もついてますね。でいつものアルティメットシリーズの台紙は、まあ、映画のワンシーンみたいな感じになってまして、宇宙船の内部のような感じの台座が入っていました。ということでフィギュアの方で、ね、早速こちらを見ていきたいと思います。フィギュアの方を出して全部並べるとこんな感じです。めちゃくちゃ豪華ですね。本当にフルセットといった感じで素晴らしいですね。まずはこのエッグチェンバー卵から順番に見ていきましょう。エイリアンの卵、エッグチェンバー、こんな感じです。なんかねこうテカテカした感じの塗装の雰囲気とかすごいいいですよね。めっちゃ気持ち悪くて、で卵と台座最初は別になってたんですけど、こんな感じで簡単に装着して飾ることができます。卵の中は空洞になってますね。でまあ劇中だとこの卵いっぱいあるんですけど、フィギュアで見ると結構でかいなと思いました。で人間が近づくと、まあ、人間というか、ね、他の生物が近づくとこの卵本当は閉じてるんですけど開いて、中からこのフェイスハガーがね飛び出てきて、その生物に寄生するといった感じですね。
フェイスハガーも小さいですけどめっちゃよくできてますね。ちょっとエビというか甲殻類っぽい見た目で内側がキモいんですよね。こんな感じ、まあ、人間だと顔にこう張り付いてこの尻尾みたいなのを、ね、首に巻きつけてこれで頭を掴んでも離れなくなってしまうんですけど、そして人間の体内に、まあ、幼体をね産みつけるような感じの生き物フェイスハガー、結構動きも素早くてね、これはこれで恐ろしいんですよね。フィギュアの方も可動とかはないですけど、まあ、造形本当に素晴らしいですね。そしてこちらが第3形態チェストバスター、ちょっと小さすぎてピントが合わないですね。あ、こんな感じ、ちっちゃいんですけどね、顔の表情とかまですごい精巧に作られていて、まあ、やっぱりヌメヌメした感じの塗装もねテカテカ再現されていて気持ち悪いですね。この第3形態のチェストバスターは、まあ、先ほどのフェイスハガーの幼体が体の中に入って体の中でこれが成長して胸部を、ね、突き破って出てくるんで、もうその衝撃で宿主の人間とか犬とかね生き物は大体死んでしまうんですけど、でこれが外に出て何回か脱皮を繰り返してゼノモーフエイリアンに進化するといった感じですね。いやーこれすごいな。もちろんこれも可動とかはないですけど、サイズも再現されていて小さいながらもう塗装と造形しっかりしていて素晴らしいですね。そしてこちらがエイリアンビッグチャップ、第1作目に登場したゼノモーフですね。いやーこれがね僕も一番好きなエイリアンなんですよね。実はやっぱオリジナル第1作目のエイリアンということでなんかかっこいいですよね、単純に。で後に出てくる、エイリアンウォーリアーとかともちょっとね姿形が実は違かったりして、そこもなんかいいんですよね。まずね特徴的なのは頭ですよね。やっぱりこのクリアのカバーみたいのがあって中にちょっとフィギュアの方は見えづらいけど一応造形されてるんですけど、人間の頭蓋骨のようなものも入っていたりと、で結構ウォーリアーについてるあの腕のブレードみたいなのとかもなかったりとか、なんかこうスマートな見た目をしているんですよね。でありながら結構最強のゼノモーフ完全生命体とかって言われることもあったりして、なんかあのエイリアン2から出てくるそのゼノモーフのウォーリアーたちは人間の重火器で結構ね倒せるんですけど、こいつはね重火器とかでは全然倒せなくて、最終的に、まあ、宇宙空間に放り出すっていう方法でしか倒せなかったので、まあ、最強説があったりとか、そういうのもちょっとロマンがあって、まあもちろんね一作目ということで設定が定まってなくて後の後付けでいろいろ変わってったので、まあ、強さとかね、まあ、設定の矛盾点なんかもあるんですけど、やっぱそういうのってこうロマンがあるというか、逆に最強と言わしめることがあるんでね、僕も好きですね。まあ、フィギュアの方はもちろんこのテッカテカの感じいいですよね。まあブラックのやっぱ素体に上からウェザリングとかで軽く色をのせてるような感じと、この光沢のあるカラーリング素晴らしいですね。やっぱりね先ほども言いましたけど顔が好きですね。もちろん口は開いて中からインナーマウス飛び出てくるような感じ、結構長いんですよね。これもまたいいですね。でなんかまあ可動とかどうなのかなと思ったんですけど、アルティメットシリーズだからといってなんか可動がめっちゃ増えてるとかではなかったみたいですね。なんならさっきのウォーリアのがちょっと動くような気もしつつ、まあそんなにねこのビッグチャップすげえ激しくアクションしたり映画の中でもしてなかったので、まあ膝は二重関節入ってたり肘も二重関節入ってるんで、まあまあまあ普通かなといった、ちょっと期待しすぎたかなまあまあまあ全然、尻尾もここの付け根の可動とやっぱりあのペンダブルになってるんで自在に動きはつけれるようになってますけど、まあ、やっぱりなんかこう静かにね襲いかかってくる雰囲気がビッグチャップのね良さなんで、そこはしっかり再現できるんじゃないかと思います。
ということで今回開封したフィギュア、エイリアン3体を並べてみるとこんな感じです。全部一応7インチ規格のフィギュアにはなっているので、サイズ感はしっかり統一されています。やっぱね、一体一体違いが結構あるので面白いですね。まあ、エイリアン第1作目のビッグチャップと、エイリアン2からの、ゼノモーフウォーリアー、そしてドッグエイリアンっていう感じでね、全然こう、まあ、パッと見というか知らない人から見たら本当エイリアン全部一緒だろうっていう感じかもしれないんですけど、まあ、やっぱりこうフィギュアで並べて詳しく見てみるとね、全然こう細かい部分の造形とか、特に顔なんかはね全員違かったりするんで面白いなと思いますね。近くで見てみるとこんな感じです。まあ本当に顔が全然違いますよね、みんな。でまあこの2体は結構似てはいるんですけど、手とかがね結構違くて、ビッグチャップは人間っぽい手なんですけど、まあ、同じ人間ベースでもウォーリアーとビッグチャップ手の造形がね違かったりと、まあ、ドッグエンリアに関してはもう完全に別物っていうね雰囲気ですね。まあ、僕は先ほど言った通りやっぱビッグチャップ一番好きなエイリアンなんですけど、まあ、結構皆さん好みがあるんじゃないかなと思います。好き好きねありますよね、個性的ですからね全部。前回紹介した同じネッカから発売しているプレデターと、プレデターのダッチですね、まあ、サイズ比較で並べてみるとこんな感じになっています。まあ、全部同じ7インチ規格のフィギュアですけど、まあ、人間がだいたい7インチサイズで作られているので、それよりねやっぱりプレデターとかエイリアンは大きめに作ってあるのがわかると思います。だいたい8インチから9インチぐらいはサイズ的にあるんじゃないかと思います。まあ大きくてねめちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱ人間と並べるとこんだけでかいっていうね、まあ、圧倒的な恐怖感が伝わると思います。あとはこのエイリアンエッグもなんかこう劇中で見たらもうちょいちっちゃいんかなと思ってたんですけど、フィギュアサイズはこんぐらいあるんででかと思いましたね。これ結構なんか近くにあっても覗き込んだりしたくないですよね、こんなでっかい卵。見るからに怪しいし気持ち悪いなと思いました。まあね、ちゃんとこうサイズ感も揃えてありますし、並べるとねすごく劇中の雰囲気が出てくるので非常にいいなと思います。はい、ということで今回は、ネカから発売しているエイリアンフィギュア3体一気に開封という非常に豪華な内容でやっていきました。まあ、僕も最近集め始めたエイリアンフィギュアを3体もね開封できて非常に楽しかったですね。でどれもやっぱりねネカがずっとやってきてるシリーズということで出来が良くてクオリティも高くて本当に最高でした。まあレギュラーシリーズのこの2体もそうですし、まあ、集大成的なこのアルティメットシリーズのビッグチャップも全部良かったですね。で一応このウォーリアーとドッグエイリアンどっちもアルティメットシリーズもね後に発売してるんですよね、ボックス仕様で。まあ、同じ感じのこういうエイリアンエッグとかチェストバスターとかもついてるものが出ているみたいなので、まあでもどうだろう、ドッグエリアはちょっと1体でいいかなっていう感じですけど、ウォーリアーに関しては何体も欲しい気はするので、もしかしたらまあなんかのタイミングでアルティメットの方も買うかもしれないですね。そしてちょっと後ろにちらっと見えているのが実はねもう1体エイリアン買っていまして、こちらがですねエイリアン VS プレデターに登場したグリッドエイリアンのフィギュア、未開封でねかなり状態がいいものを偶然ちょっと近場のお店で発見してしまって、まあ、全然狙ってたフィギュアじゃなかったんですけど、ちょっと見つけた時びっくりして、で意外とレアなんですよね。これこのエイリアン VS プレデターのシリーズなかなか今はね見かけないので、ちょっとこれはうわっと思って買ってしまったんですけど、なのでうちエイリアン実はね4体いるんですよね。で、まあ、これに関してはやっぱ相手のプレデターも一緒に欲しいなと思って今スカープレデターっていうのを探してまして、でアンマスクとマスクありの2種類があるんで、そのマスクありの方を今狙ってるんですけど、なかなか売ってないですよね。ヤフオクとかフリマアプリとかでね結構見てるんですけど、まあちょっといい値段で未開封のものをゲットできたらこいつと一緒に開封したいなと思ってるので、まあ一旦このグリッドエリアに関しては未開封でねちょっと飾っておこうかなと思っております。
ということで、今回はね3体のエイリアンフィギュア同時開封ということでやっていったので、まあ、まだ10月半ば、結構いいペースで僕のチャンネルにしてはなかなかの投稿頻度で動画撮れてるかなと思いまして、まあ、今月ハロウィンがあるのでまだまだ僕の部屋にはねネカのアルティメットシリーズで開けてないホラームービー系のフィギュア、まあ言ったらテキサスチェーンソーのレザーフェイスとか、まあ、その辺が転がってるので、まあちょっとハロウィンにちなんで、ネカ強化月間ということでまたその辺を次回からは開封していく予定になっております。はい、ということで、またねネカのフィギュアとかアメトイ好きな方はまたご覧いただければと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ジャップルでした。